皆さんこんにちは。今回はこのブルダック炒め麺を作っていきたいと思います。このいつも面白いか面白くないか、需要あるのかないのかわからない料理動画ですが、よかったら最後まで見てください。まず麺を茹でていきます。袋の中にはこの粉とこの辛いタレが入っています。この2種類です。あ、全部飛び散ってしまった。最悪だ。やっぱり片手でやるとこういうことになってしまいますね。では5分ほど茹でていきたいと思います。この袋麺は1つだいたい200円ちょっとぐらいします。いつもスーパーで買ってます。あまりこういう変わったインスタント麺は食べないんですけど、妹に教えてもらって食べたらめちゃくちゃ美味しかったのでちょっとハマってます。最初これがカルボナーラ味って聞いて、それほんまに美味しいって思いましたが、実際食べてめちゃくちゃ美味しくてハマりました。この辛いやつを全部入れるともう皮膚吹くぐらいめちゃくちゃ辛かったので、私は最近半分ぐらい入れてます。もう食べた後辛すぎて、もうアイスクリーム食べても牛乳飲んでももう舌が痛いぐらいめちゃくちゃ辛いです。けどすごく病みつきになる美味しさなんですよね。どうですか、めちゃくちゃ美味しそうでしょう。で見かけました。美味しいのかな。こんな感じでめちゃくちゃソースが麺に絡んでます。ではいただきます。この熱いのが余計辛さ増しますよね。相変わらずめちゃくちゃ美味しいです。もうほんまに病みつきです。辛いんですけど、この辛さを我慢しながらついつい食べてしまうんですよね。ほらこんな感じです。辛いのが好きな人は全然いけると思うんですけど、私結構辛いの苦手なので、半分にしてもやっぱりそれでも辛かったです。麺で簡単にできてすごい美味しいシリーズなので、ぜひ皆さん作ってみてください。またね、バイバーイ。